山頂の回転展望角から、スマウ浦を望む八伏山は、兵庫県神戸市須磨区、六甲山系の西南端にある山。スマ海岸を展望する位置にある。標高は246メートル。隣接する鉄海山とともに、スマウ浦公園内に位置し、山頂付近には、スマウ浦山上遊園がある。ハイキングコースが整備されているほかロープウェイとカーレーターで登ることもできる。 周辺は自称、樹影の乱の一の谷古戦場としても知られている。測量の基準となる四島三角点、八伏山は、実際には、八伏山頂より北、尾根道を少し歩いた先にある旗振山の山頂に、ある。旗振山は、八伏山よりも標高が高いものの一般の地図には、記載されることは少なく、八伏山の一部のような扱いになっていることが多い。 八伏山と旗振山の間の谷から旗振り、山山頂にかけては、須磨区とルミ区の区境が走っており、かつては、ここが、摂津国と張間国の国境であった。全長56キロメートルに及ぶ六甲前山、重層路の最初の山である。八伏山の名前は、神宮皇后が、朝鮮遠征の帰路、この山の頂に、カブトの鉢を埋めたことに由来すると言われている。 これと同様の名前に関する伝説は、西の宮市の鉱山にも伝えられている。ただし、海側からの、こんもりとした山陽が鉢を伏せたように見えることから、名付けられたとも考えることができる。また、北の、旗振山は、江戸時代から明治にかけて、大阪道島の米相場価格を、山上で大きな旗を振ることによる信号で西へと、伝えていたためにそう呼ばれるようになった。 山陽電気鉄道本線スマウラ公園駅下車。徒歩登山、または、スマウラロープウェイ。ありがとうございます。